コズミックイラ70、血のバレンタインの悲劇によって始まった終わることのない戦いの連鎖。戦火の大地に平和への剣がよみがえる。機動戦士ガンダムシードバトルデスティニー。新たな戦場に鳴動するガンダムシードの歴史。シード、シードデスティニー、スターゲイザーといったシード作品が一堂に会する。気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。キラ、なぜお前と戦わなきゃならない。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。また戦争がしたいのか。あんたたちはやめろ坊主。あれに乗っているのはステラだぞ。いや、そんなの死ぬのは嫌。スターゲイザー、行きます。あなたには一兵士としてこの激動のコズミックイラを生き抜いてほしい。所属する勢力やタイプを選び、自分の分身となるパイロットを作成。おなじみの機体から個性豊かな機体まで、あなたの好きなモビルスーツを選択して戦いに挑んでいく。機体のチューンナップで戦いを有利に。地球連合、ザット、アークエンジェル、どの勢力に所属するかはあなた次第。原作のシチュエーションを追体験するだけではなく、さまざまなミッションにも挑むことができる。プレイステーションビータだから実現したより臨場感あふれるバトルアクション。兵士としての生き様を肌で感じて。タッチパネルを使ったマルチロックオンシステム。戦闘中の武装の切り替えもアイコンに触れるだけで誰でも簡単にできるようになった。アドホック通信を利用した仲間との協力プレイや対戦プレイ。全国のユーザーとリンクすることができる指令イベントを搭載。つながりは様々に広がっていく。繰り返される戦いの運命。青き翼が再び空を駆けるとき、新たに導かれる未来は。プレイステーションビータ専用ソフト、機動戦士ガンダムシードバトルデスティニー、6月7日発売予定。歴代シード遊び尽くせガンダム。